日本九州地方福岡県福岡市中央区、東人町東人町の風景東人町は、福岡県福岡市中央区にある町名。1町目、2町目、3町目がある。郵便番号は810063。ヤクルト事業創業の7名の由来については不詳だが、筑前国属風土器には、その志向来人重世リとあり、筑前国属風土器周囲には、王子は、 当選が止まりしゆえ、ジョコのなるよしとある。文献上に初めて登場するのは、1627年に成立した筑前筑後肥前肥後探索書である。江戸時代には、唐津街道に沿って町屋が立ち並び、これが後の当人町商店街に発展したと考えられている。1784年には、福岡藩の藩校として、 亀井南明館長による西学問所、関東館が設立された。しかし、1792年10月に、昇華から出火した火災で炎上。そのまま廃校となり、生徒は東学問所周遊館に編入され、その後も再建されることはなかった。1968年の町区合併により、老人町、大園寺町、松、木屋町なども東人町に統合された。 浪人町は、江戸時代に浪人が多く住んでいたことからとする説があり、昭和中期には中あたり人市町とも言った。大園寺町はその昔、黒田藩のおろくぶしの屋敷町だった。終戦後は、東人町商店街が、福岡市内の商店街でも早くからアーケードを設置して賑わい、また、住宅地下が進行した。 1990年代後半から住宅街の再開発が進み、高層マンションの新築が相次いでいる。また、東人町はヤクルト創業の地でもあり、ホークス当人通り沿いにはヤクルトの瓶の形をしたモニュメントに、ヤクルト事業創業の地と書かれた石碑が建っている。福岡市中央区東人町は、福岡市の中心街天神から 2.3km 西に位置する。 福岡市営地下鉄で天神駅から東神町駅まで6分、博多駅から東神町駅までは11分と都心部に隣接する地域であるが、昔ながらの商店街と多くの自社により、風情あふれる街となっている。東神町内には東神小学校がある。また、地下鉄東神町駅は西日本短期大学、福岡大学附属若葉高等学校、 福岡教育大学付属福岡小学校、福岡教育大学付属福岡中学校、東人中学校、南あたりひ市小学校、福浜小学校などの最寄り駅となっており、隣の西新駅周辺地区とともに文京地区を形成している。また、東人町駅は福岡ペイペドームやホークスタウンの最寄り駅。ありがとうございます。